完全音乐，今天的来宾呢是非常可爱的三个女生哦，欢迎。大家好，我是苏丽丹丽，我是伊丽丹丽，我是瓦丽丹丽，我们是贝比丽丹丽。哇！このレス、はいはい、でこれって何ですか？最初はこれ？芸のキツネさんやって、はい、で自己紹介の時はデス顔で作ってるんです。うん、デス顔？デス顔って何？え、デス顔？本周的来宾是 Baby Mate， 是融合偶像与金饰，目前最具话题性的三人团体。他们不止可爱，并兼具超实力的嗓音跟表演，有着跨越偶像界的舞台演出。他们的人气不仅在日本，在北美、南美、欧洲、亚洲也都持续燃烧中哦。このデス、これはキツネさんです。キツネ？キツネさんです。え、なんでキツネなの？あのベビーメタルは、うん、キツネ様のお告げによって、うん、ダークヒロインとして活動してるので、うんうん、なんでキツネ様からキツネ様からお告げが来るんですよ、うん、ベビーメタルのサインも、うん、キツネさんになるんですよ。だからライブ中は、うん、本当に神が降臨するんですよ、うん、え、なになになに？すごい盛り上がってて、うん、だから終わった後に帰ってきて、うんうんうん、なんかすごかったね今日のライブっていう風にはなるんですけど、うんうん、あんまりライブ中の意識がないんですよ。覚えてないんだ。断片的に覚えてる。うんうんうん。へえ。なんかいろんな本当にすごい設定ですね。挑战 C 的舞台是大型卡拉 OK 店哈塞拉的哈塞拉李德子 Akiba Mology Entertainment， 是一间聚集了卡拉 OK、 咖啡厅、飞镖等娱乐休闲场所的卡拉 OK 店。这次要以测试三人的团结力来跟艾莎进行大挑战，优胜者将会有奖赏，输的人则要接受惩罚。最初的 battle 是漢字意味当て battle です。中日汉字大对决，两队轮流出题，艾莎将选定国字让 Baby Mate 猜原意，而 Baby Mate 将自创独门的创意汉字让艾莎猜意思。刚 PK 三回合，到底哪一队文学造诣比较好呢？漢字は得意ですか？漢字は得意な方。テストでもいつも満点の方です。おお、すごい。ユイメタルも国語は、小テストはほぼいつも満点です。へぇ、すごい優秀。ジャスメタルは、じゃあ私も得意です。いきますよ、第1問目、はい、じゃじゃーん。便利商店、どういう意味でしょう？ペトン。はい、はい、コンビニ。本当にすごいオリジナルですね。電気の中に人がいる。え、電気じゃない？そのままですね、もうこれ。嘘。静電気。せーの、ブブーだよね。正解は満員電車です。あー、人が普段は1個ずつじゃないですか、普段こういうの入るのって。だけど2人入ってるんですよ。うん、うん、あ、なんかギュギュ。そう、これが、まあ、電気っていうか、これが電車なんですけど、電車、うんうん、電車でーす。マーさん、馬の上、うん、競馬場、ブブーン。
つ目の漢字は自分で考えた。ね。そうです。狐赤。ベビーメタヘッド。ブー。正解はベビーメタルです。うん、赤ちゃんメタルってことでベビーメタル、うん、じゃーん、加油加油、はい、ベビーメタルのファンの方たちがよく3人に言ってる言葉、これしかないよ、これしかないよ、ね、正解をお願いします。せーの、頑張れ、じゃじゃーん、さすがですね。せーの、じゃじゃん、心を込めて、あ、わかった、え、そのこといきます、せーの、ラブレター私たちから好きな人に書くものなので、私たちが好きな人はファンの人、うん、ファンの人に書くものだから、サイン、そうです、サイン、サイン、サインか、はい、第1回戦はベビーメタルの勝ちです、イエーイ、セカンドバトルは箱の中身は何だろうなクイズ、イエーイ、3人は初めてですか、初めてです、やったことない、すごい怖いです、新鮮又爱上体验莫看不相离的东西、何が入ってるのかをまず3人に見てもらいます、いきますよ、せーの、じゃん、せーの、あ、なになに、びっくりした、もうちょっと下に、
ここですよね、ここですよね、これ背中、これ背中、ちょっと言ってみてもいいですか。うん、カメとか。あー、なんか似てるかも。あと1分、頑張れ。もっと前が、そう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 、なんか動いてません、動いてる動いてる、すごい元気。なに、なになに、关注的新鲜事，一定要锁定完全音乐的女子高校风哦。这次来到的是日本最自豪的复合式商店 BizLine， 可称作是引领日本最新潮流的指标。这次就跟着艾莎来 check 最人气的穿搭吧。日本ですごく流行っている着こなしがあるって聞いたんですが、カレカジですね。カレカジ。就如同它的名称一样，是穿着如同男朋友身上穿搭的一种时尚风格。穿搭技巧，我们将来问问看店员吧。こういう感じの、こうルーズなシルエットのスウェットに、このタイトな女の子っぽいタイトスカートを合わせるコーディネートとかもおすすめですね。そういう大きめのお洋服にちょっとフィットしたお洋服を一緒に合わせる。はい、なるほど。私もこの着こなしにちょっとチャレンジしてみることってできます、はい、ぜひ。イエーイ、カレカジ挑戦してみたいと思います。じゃーん。彼氏の洋服を着てるようなすごい可愛い感覚のおしゃれです。皆さんもぜひ挑戦してみてはいかがですか。怎么样呢？很厉害吧。以上是艾莎在东京为你做的报道。下周 Baby Metal 将会有重大发表，绝对不能错过下周的完全音乐。完全音乐官方脸书网站哟。